医学研究院航空学顔面病態学講座の中村誠二です歯科というと虫歯と歯周病が有名な病気ですが僕はそれら以外の口の中つまり航空内に生じる病気に対して新しい治療法の開発を目指して研究を行っています現在最も力を入れているのが igg4 関連疾患 という全身の様々な臓器に発症する病気です。最も病気が起こりやすい場所は、唾液を分泌する唾液腺で、耳の下、顎の下、舌の下などにある唾液腺が硬く腫れてきます。現在までの研究で分かった病気が発症するメカニズムを示します。唾液腺の中には、白血球の一つであるリンパ球、それも特殊な細胞群が集まっていて、 何らかの原因に対してリンパ球が反応し連鎖反応を起こして IgG4 という稀な抗体が産生される病気ですどんなリンパ球が集まっているのかそしてそれらがどんなものに反応しているかがわかればこの反応を制御することによって全身のすべての病気を治すことができますこの疾患は10年ほど前に日本で発見されたことから 現在では、国内のさまざまな専門領域の研究者が集まって、オールジャパン体制で研究を進めています。そのため、日本が世界をリードしています。航空内には、他にも多くの原因不明の治りにくい疾患があります。唾液栓が壊れ、唾液が出なくなって、航空内が乾燥するシェイグレン症候群、 航空の粘膜が荒れて痛みを生じる航空扁平体栓、高齢者や免疫能が低下した患者さんでカビが増える航空患児打症、これらの病気の原因を一つずつ解明して病気を治すことで、一人でも多くの患者さんに喜んでいただければと思っています。僕の座右の銘は、岐阜からいただいた、 先人の後を求めず先人の求めたるものを求めよという言葉です先人たちの努力があって現在がありますし過去を知ることは現在地を知ることにもなりますのでまずは先人たちが残したことを学ぶ必要があります。しかし未解決な問題のブレイクスルーのためには先人たちの後を追うだけ学ぶだけではだめです。 独自の発想による挑戦こそが研究の醍醐味だと思います研究にはロジック、論理的に考える能力が必要ですが何も難しく考える必要はありません探究心や強い興味があれば必要な能力は身につきます自由な発想とチャレンジ精神がある若者は ぜひ研究の世界に飛び込んできてください。